郡山市図書館は、福島県郡山市の設置する公共図書館。葉山一丁目後の25の中央図書館及び希望が丘図書館。これらのほとんどの館はオンライン化されており、オンライン館同士では共通の利用カードを利用し、どの館でも貸し出しや返却が可能。金通図書館の置かれた金通小学校は坂郡郡山町では、明治中期に、 金通る小学校内に私立金通る図書館が設置され、町の補助金を受けつつ、金通れ同窓会が運営した。しかし、経営難のため、大正から昭和にかけて有名無実となってしまった。同じく、朝霞郡山の井村では1915年に村立日和田図書館が開館し、福島県内では福島、若松、北方、須賀川の 各都市に利用実績の高い公立図書館が存在した。郡山町民の間でも公立の図書館を求める声が上がり、市政志向時に図書館の開設が予定されていた。しかし、財政問題から図書館が設置されることなく昭和を迎え、1928年にご体店、記念事業として図書館設置に向けて基金の積み立てを開始した。 ただし、小学校長の月給が80円くらいだった当時に、年間100円しか積み立てなかったので、なかなかたまる見込みがなかった。それから9年が経過した1937年に、なっても私立図書館は存在せず、図書館がないことを残念がる文章が同年発行の、朝霞高等女学校の交友会始花か、罪に掲載されている。 郡山市が図書館を設置できないうちに、1939年に郡山商工会議所の一室を借用した市立図書館、一線図書館が立花のてるによって設置された。一線図書館はその名の通り、閲覧料一銭を徴収して、青少年らに約2000冊の蔵書を利用させていた。立花は、新聞業界の人物で郡山財回避紙などの書物も表している。 1940年11月26日に、商工会館の火災で消失するも、東京の書店をめぐって1500円で買えるだけ本を、買い集め、跡地に仮館を建てて、活動を再開した。1941年、郡山翼産文化協会が発足し、その会長についた湯浅大太郎は、協会の最大の目標として3年以内に、私立図書館を作ることを掲げた。 教会には、医師が多く参加し、一線図書館を運営する、立花の照るも、教家部長として活動していた。さらに、今泉佐団は、図書館設置のために2万円の寄付を行った。これに、時の市長、大島八九郎も交往し、1943年9月21日に、郡山市役所庁舎3.4階を、館舎として利用し、図書館を設置する議案を提出。 市役所時代、編集初代図書館の置かれた旧郡山市役所図書館は最上階にあった。1944年2月17日、図書館令により福島県知事から図書館設置の許可が下り、4月1日に組織としての郡山市図書館が発足し、11月3日に開館した。当時の職員は4人で学習院図書館から転任した山崎義人が、 司書に就任した。11月3日は雨の中、午後1時に開館式を挙行し、式典後は宴会が開かれたが、戦時中であったため、配給の酒、リンゴ、スルメだけの質素な縁で午後3時半に終了した。蔵書数は約6300冊で、うち約2000冊は金通る図書館から移管した未整理図書。 残る約4300冊は文化協会からの寄付で、同会は3200円の寄付金も寄せている。戦中というだけに、設備の充実などは望めなかったが、内務官僚の岩桜平や、学者の石井剣道の蔵書を受け入れ、貴重な資料の散逸を防いだ点で価値があった。当時は閲覧料を徴収しており、1回4冊まで参戦で、学生割引と、 軍人割引が存在した。有料かつ戦中という時勢さらに11月会館で残り2ヶ月しかなかったにもかかわらず、1944年の閲覧冊数は4276冊、1日平均84冊に上った。年間利用者2030人の内訳は、学生、児童、公務員の順に多く、この3社で全体の9割近くを占め、 男女比は後、一と圧倒的に男性利用者が多かった。1945年前半期は山崎支所が出生し、基調書の疎開が行われ、抑制的な運営となった。8月の終戦以降は、戦中図書の廃棄などの混乱があったが、1946年には文化団体の流星と図書館への協力、青年層の読書欲の向上があり、 図書館活動の追い風となった。武徳伝時代、編集1947年、郡山市文化協会などは新時代に対応した、図書館とするには独立感謝が必要であると訴え、陳情書を提出するなどの運動を展開した。高専所大市長の伊藤七氏は就任して、すぐに、福島軍西部へ、旧、郡山市武徳伝を、図書館と利用したい旨を申し入れ、5月の社会、 教育研究大会でも図書館拡充の声が上がった。同年9月に旧武徳伝の使用許可が出され、約4万円をかけて最小限の回収を行い、11月8日、旧武徳伝へ移転、1948年12月には福島県立図書館氷山文館の併設と閲覧料の無料化が行われた。移転先は、 郡山市清水台124番地で建築面積は176坪であった。1950年民間情報教育局の福島駐在員であったゴーラム、ヘイワーズの二人は図書館の運営、改革に徹底した干渉を行い、1951年3月17日の福島県発の自由開花式採用はヘイワーズの意向が強く反映された。また、 利用者の要望を受けて、週2回の夜間会館を実施し、職員が9人に増員されるなど図書館活動が活発化した。夜間会館は20時までで、サラリーマンや職工の利用が多かった。特に図書館活動に大きな影響を与えたのが小学校から高等学校までの児童、生徒の利用であり、週休2日制の導入に伴い、土日は児童、 生徒で埋め尽くされるという状況になった。社会化新設による調べ物需要や貧弱な学校図書館の機能代行もその背景にある。図書館は1949年5月に児童生徒室を設置して混雑対策を行ったが、児童生徒の利用像に拍車をかけるだけであった。貸し出しの方では紙芝居の利用者が急増し、図書館は本ばかりではないということが、 市民に浸透した。民間では、郡山市改正に、クローバー子ども図書館が1952年3月8日に、開館した。この図書館は、郡山市図書館とともに、子どもの読書活動の拠点をなし、市民レベルでも、市図書館、子ども図書館の蔵書を活用した子ども文庫が、活動するなど、積極的に活動し、後の図書館拡充運動の原動力となる。 1957年の利用状況は、来館者数、貸出者数ともに、福島県で第1位であり、福島県立図書館の2倍にも達し、文化都市郡山を象徴するものとなった。当時、市聴覚教材として、A 社機1台、指人形15個、原陶記3台、紙芝居用、舞台3台、録音機1台、蓄音機1台、フィルム171本、 紙芝居71巻、レコード193枚を保有していた。初代独立館、編集1958年から1981年まで、郡山市図書館として利用された郡山市、歴史資料館1953年頃より、図書館の新築を目指してきたが、財政問題と郡山市民文化会館建設を控えていたことから計画は進まず、 郡山市郡山公会堂を図書館に改造する案も持ち上がったが、公会堂はそのまま利用することとなった。その後、郡山市民文化会館は、東北配電ウィル取り壊しに伴う周辺の配堂敷地の売却駅で建設資金の目処が立ち、図書館の方は図書館新築協力会から180万円の寄付を得たことで、弾みがついた。 図書館新築協力会のメンバーは、図書館創立時の郡山翼産文化協会と同様に医師が多く、時の市長、丹治重森が医師であったことが影響している。なおこの頃、福島県立図書館も新築移転を検討していたことから、福島県の中央に位置する郡山市へ、県立図書館を誘致しようとする運動もあったが、これは実現せず、 郡山市図書館への福島県立図書館、郡山文館の併設という形で補助金300万円を福島県が拠出することになった。設計案は郡山市教育委員会が木造モルタル作りを提案したが、鉄筋作りにすべきと考えた丹治市長の英画で丘の設計に依頼された。依頼された丘の設計の丘の六郎は、 横浜市図書館を視察した上で、予算内に収まり、かつ、周囲の景観に配慮した設計を行った。こうして1500万円をかけて、郡山公会堂付近の空き地、葉山公園内に、1958年9月11日に、新館を開館し、自動閲覧室を設置した。新館は、鉄筋コンクリート構造3階建て、延べ床面積884.36。 警報メートルで、私立図書館としては、東北地方最高水準の施設が完成した。このため小中高生の利用に、さらに白車がかかり、図書館は自習場を溶かした。同年9月17日には、新館落成記念行事として、村田武雄講師とする、レコードコンサートを開催し、11月9日には、三笠宮隆人新王が視察のため来館した。 新館建設と前後して、1957年より、図書館の自主企画として、毎年、史跡巡りを開くようになった。史跡巡りは、笹川御所など、郡山市内から始まり、中通り、合図、浜通りと福島県全域へ拡大していった。その成果は1977年に、福島散歩県中、県南版として一冊の本にまとめられ、 富士出版から発刊された。また1957年に閲覧室図書庫の間の柵を取り払い、近代室図書800冊を貸出化に変更した。1962年、教育委員会の所有する自動車を利用した団体貸出を開始した。1965年5月と8月に、郡山市域の拡大に伴い合併した、 九町村の公民館に文館を設置し、同年11月には、移動図書館、朝香の号を導入した。朝香の号の出現により、成人の図書利用が増加し、学生だけの図書館から市民の図書館へと成長した。増書数は1965年の3万7千冊から1974年の12万4千冊へ。 貸出冊数も1965年の4万7千冊から1974年の19万9千冊へと急増した一方、職員数は15人から16人へと一人増えた。だけで、せっかく、朝かの豪雨が二大体制になっても人手不足で運用できないという事態に見舞われた。また、この間の1971年に貸出方式をブラウン方式に変更し、 1972年10月に、朝霞の号の二大同時運行が実現し、1973年9月に予約、リクエストサービスを開始した。1979年には、活動が定調になっていた文館を活性化すべく、朝霞文館と、福山文館に、朝霞図書館、福山図書館の愛称をつけ、市図書館からの廃本の増加、週1回の市図書館職員の派遣。 蔵書整理を行った。この結果、たった1日で、前年の総貸出冊数を超えるという成果を挙げ、1979年度の貸出冊数は、朝霞図書館が1万7千冊、福山図書館が4万6千冊となった。さらに、同年度の郡山市図書館の貸出冊数は62万5千冊と、仙台市図書館を超えて、東北地方第一位となり、北日本では、 札幌市図書館に次ぐものとなった。二代目独立館、編集図書館の利用実績が高まるにつれ、需要が供給に追いつかなくなり、1976年5月に市民らがクローバー子ども図書館で、郡山市の図書館を考える集いを開いて、図書館拡充を訴え、同年7月には、郡山市民の図書館を育てる会が発足し、 図書館充実策をまとめた陳情書を市議会に提出した。陳情書に添えられた署名は19193人に達し、郡山市発足以来最多となった。折しも1977年に図書館政策推進派の高橋隆が市長に就任し、職員の増員、図書費の上乗せ、文庫連絡会への補助金拠出などや次早に政策を打っていった。 1978年8月28日には第1回図書館建設コン会を開き、市民の声を取り入れながら新館建設計画が進められ、1980年2月6日に着工した。1981年3月には児童文化会館跡地に新しい郡山市図書館が落成し、7月1日から開館した。 この新館も私立図書館としては東北一と称えられ、1982年福島県建築文化賞奨励賞を受賞。なお、旧郡山市図書館の建物は郡山市歴史資料館に転用され、開館当時は郡山市図書館の付属施設という扱いであった。1984年3月31日、併設の福島県立図書館郡山文館を 廃止する。1987年度の貸出冊数は99.8万冊に達した。1991年4月、条例改正に伴い、郡山市図書館の本館を、郡山市中央図書館と解消し、組織としての希望が丘図書館を設置、6月1日に、郡山市発の地域館として、希望が丘図書館が開館した。 1992年7月1日には、朝香図書館を、1993年6月25日には、藤久山図書館を開館した。1995年4月にコンピュータを導入し、中央図書館、3つの地域館、移動図書館2台をオンラインで結び、共通利用カードを導入した。1996年5月には、田村文館をオンライン化し、他の文館でも、 オンライン化が進められた。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生し、郡山市図書館各館は臨時休館に入った。5月1日に地域館と文館が再開。2012年3月10日に中央図書館も再開した。当日は再開記念に、郡山市出身のシンガーソングライター、 この数器によるギターの弾き語りライブが開かれた。2016年4月、船山隆氏が名誉館長に就任した。同年8月より、中央図書館は耐震工事のために休館し、2017年8月1日に再開した。その間、ビッグアイ6階に臨時図書館が開設された。中央図書館氷山市図書館として1944年4月1日に、 設置され、11月3日に開館した。現行館は1981年3月20日に、竣工した鉄筋コンクリート構造地上3階地下1階建ての建物で、敷地面積は4652平方メートル、建築面積は2293平方メートル、延べ床面積は5888平方メートルである。 図書館だけでなく250席の市聴各ホールや会議室も併設されている。葉山公園に隣接。館内1990年頃から地域のニュースを新聞から切り抜いたスクラップブックを作成しており、政治、経済、文化など約50種のテーマ別に分類している。二千十年現在で開花書館にあるだけで約百六十冊、書庫のものを含めると、 約4300冊に及んだ。毎朝、郷土資料を担当する職員が新聞録誌を読み、地域に関する話題を切り抜いてファイリングする作業を行っている。膨大なスクラップブックは過去の選挙結果を知りたいなどの地元に関するレファレンスに役立っているという。初夏には約130個の QR コードが貼られており、これを専用端末で読み取り、高い位置の図書や、 大型本を職員が取り出す、アンサーユーというサービスを2018年に開始した。車椅子利用者や体が不自由な人が対象で、リ、希望が丘図書館、朝香図書館、藤久山図書館の3館からなる。3館とも、オンライン対応。朝香図書館、藤久山図書館は、市役所支所に併設。下表の統計は二千十八年三月十一日、現在。 すべて中央図書館の文館であり、公民館またはふれあいセンターに併設している。最も多かった1975年には15の文館があった。下表の統計は2018年3月31日、現在。ありがとうございます。